レインボージャンボ高尾の空チャンネルから食レポを学ぼう。ありがとうございます。いえいえ、何をおっしゃいますか。今回のコラボ企画でございます。コラボ嬉しいっすね。ちょっとまず最初にいいですか。はい、ニューヨークチャンネルをご覧の皆様、ご心配おかけしました。そうやそうや、いや本当すごいたくさんコメントをニューヨークチャンネルいただいてたんで、はいはいはい、いやいやいや、確かに心配してた方もいらっしゃると思います。ジャンボも元気でございます。元気満々でございます。はい、今回はちょっとレインボーチャンネルと、あと空チャンネルがあるじゃないですか。はい、空チャンネル、ジャンボ高尾もね、あれがもう1万人突破したと。行きました、1万人ついに。マジすげえよ、はい、いやマジですごいよ。ジャンボが飯食うてるだけのチャンネル、はい、もう結構有名人も見てくださってて。え、誰？シドのボーカルの真央さん。すごいね。新日本プロレスの小島選手。はぁ、あ、あとラフレクラン西村。西村はいいよ別に。すごいよな。それで、まあ、多分ジャンボが飯食うてる姿がそんだけ心掴んでるってことやから。ありがとうございます。で僕たちはそんなにね食レポうまくないので、うん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 、どうすればこう見てて美味しそうやなって思う食べ方ができるのか、そしてコメントとかもちょっと教えてもらいたいなっていう。いや、まずもう島津さんはすみません無理です。なんで？いや、島津さんが、ずっと断食して食ってる動画あったじゃないですか。あ、俺はもう島津さんのこと大好きなんですけど、初めてムカつきましたもん。なんでなんでなんで、何あれみたいな。その久々の飯で、いやもう全部屋敷さんが言ってくださってたんですけど、うんまみたいな、あ、こんなうまいんだみたいな見たいじゃないですか。それを黙々となんか、いや、あれは逆にもガチのリアクションでっていうあれだったから。いや、ガチで、ガチだとあんなもんだから。いや、まず3日間断食したことありますけど、もう待ってなりますよ。あんま甘みたいな感じだよ、ね。はい、なりますよね。島津さんおかしかった。まだもう島津さん才能ないですから、その面は。他の面で頑張ってください。逆にそのなんだろうな、そのビジネスじゃないからね。細かいテクニック。ああ、なるほど。それやるじゃん。分かりました。あれはガチだったからさ、ガチリアクション求められたから。だからそれ教えてほしいよ。分かりました。これ島津さんに伝えたい。食レポで。あるの、ジャンボ。ジャンボって意識しとんの、そのうまそうに見えるとか。一応少しだけいくつかあるぐらいです。なるほどね。でも一応もう、肝はもう本当にお腹空いてて本当に美味しいから食ってるが一番大事です。なるほど、はい、え、今ちなみにペコペコです。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっと今回用意したの。いや、嬉しいっすよ。こちら、うまそう。うまそう。120点じゃないですか、この活動。素晴らしい。あ、これじゃあちょっといつもみたいに、はい、本当食うちゃうのに食うてるだけやもんね。食ってるだけです。あれ見せてもらっていい？はい、わかりました。で、なんかこう、あったら教えて。わかりました。はい、うん、じゃあ行きましょうか。はい、今回はね、いいですよ。はい、富士そばのカツ丼でございます。これはいいですね。もう熱々なんですよ。これいいわ。めちゃくちゃ腹減ってるんで、もうこのままこれいっちゃいましょう。いただきます。うん、うまい。やっぱいいっすわ。うん、安心しますね、やっぱ。早いな。あー、すごいわ。ガツガツくるんだね。そんなごちゃごちゃ言わんねんな。あんま言わないんだ、そんな。相棒、ね、相棒じゃないですけど。うまそう。飲むのは特徴なんですよ。お茶の方がうまそう。あ、最高だ。声が何やっぱり何こんな感じなの。こんな派手じゃねえな。派手じゃねえんだ。あ、でもうまそうだね。そんな見せたりしないんだ、切れ目とかなんか。あ、これがとか言わないか。あ、ほんと、もくもくって。すごいね。こんな感じなんだ。すごいな。めちゃくちゃ食ってる。失敗じゃないの。このチャンネルだ。そうだな。あ、でもちょいちょいいい顔するね。最高だな。早いな。うまそうだな、このお茶。お茶もうまそうだな。もう気づいたらもうこんだけしかねえっす。マジで。うん。米いくよね。一口の量やばいだね。
食いっぷりだ。すごいな。うわ、うん、マジで。うわ、でもよだれ出てくるわ、こいつの見とったらなんか。早くない？食うの？めちゃくちゃ早い。お茶もなくなるんだよ、これ。はあ、すげえな。はあ、もう楽しい時間あっといます。クーチャンネルやな。すげえわ、うん、うわっ、うわっ、ちょうど。あ、最高だ。早っ。マジで急いどるわけじゃないのに早っ。フジソバ活動いいっすね。こさます。これ、はい、これです。これがリアル。これがリアルです。こんな感じなんだね。はい、クーチャンネルでございます。なんかポイントあるの、そのさ、ほら、ホクホクで、これ見てください、肉厚、いただきますみたいな、なんじゃない。やっぱ YouTube の飯食うのが、見るの好きな人はもうそんないらないですよ。あ、とにかく飯食ってるとこ見たいね。ただ、あの食ってる時にやっぱこのどうやって減ってる様子は見たいんですよ。はあ、だから これでこう食ったら分かんないし、こうだからこうこの位置で高い位置でこう食っていかないと、まあ、食いづらい、嘘の食い位置になっちゃうんですけど、これは大事です。そこだけやろ。はい、で、あとやっぱ配分大事ですね。この配分汚らしいのすごい嫌じゃないですか。米ばっか減ったり、はい、だから肉ばっか減ったり、丁寧に配分も減らすあっていくのは大事かもしれません。はあ、あとたまにやっぱ本当にうまいっていうのをなんかこういいっすねっていう感じで無理なく伝える。なるほど。あー、なんか本当になんか部屋で本当一人で食ってる感じの雰囲気もあったし、はい、でもなんかダラダラ出たよ。ありがとうございます。はい、びっくりした。すごいな。これぜひもうお二人にもすぐ、これはやっぱ嘘なくやればいいだけなんで。マジでできそうだね。はい、確かに今結構ポイント教えてもらったからできそうですよね。はい、はい、やっぱ量がね、ちゃんと分かるっていうのは大事なの。大事です。めちゃくちゃ大事です。量がないと、はい、なんか揉めるもん、はい、まあ、まあ確かに。なんか大食い YouTuber を見るの好きな人とかは早送りで見たりするんですって、うん、で、減っていく様子だけ見るのがめちゃくちゃ気持ちいいみたいな人もいるらしいんで。はい、解散なんだ、それが。なんか、はい、やっぱ減っていくの見せるのは大事なんだ。そっかそっか。あとやっぱお茶もやっぱめちゃくちゃ大事です。あの飯書き込んだ後のお茶って実際めちゃくちゃうまいじゃないですか。いや、めちゃくちゃうまそうなの。はい、だからこいつにちゃんとその役割を、いつもは特茶で相棒って僕呼ばせていただいてるんですけど、大体1回の飯でも500飲みきる。あ、もう絶対500飲んじゃいます。これのバランスも結構俺は意識してるというか。はい、いや、お茶も美味しそうだって。はい、あれ、お茶飲む時に目つむってるのはあれは、これ俺言われたんですよ、コメント欄でも、うん、逆に飲む時って目開けます？開けてるかも。開けてます。開けてるな。俺もすいません、もう集中してガブ飲み状態でした。それは俺も気づかんかったっす。いや、絶対に開けてるわ。そうか、変やもん今。ぜひだからみんな、あのお二人もお茶飲むときは目をつぶってうまそうに、これやってほしいです。わかりました。はい、やりますか。じゃあやりましょうか。はい、どうも、屋敷です。いやー、お腹空きましたね。いきなり行った。あ、でもまあまあちょっとわざとらしいですけど、ましたね。ちょっとまず見さあ、今日はですね、こちらの今のはもう両手でいけましたからね。こちらの富士そばのカツ丼でーす。あ、いいんじゃないですか。なるほど。あー、ええ匂い。わ、しょうもない。めちゃくちゃ いらないんですよ。食欲が湧きますね。いただきます。こちら。あ、うまー。違うんすよ、うま味。結局やっぱ田舎でテレビ見過ぎ少年なんですよ。中山秀さんだった。秀ちゃんのわざとらしさ。味うまっ。テレビ見過ぎ、テレビ見過ぎ、ほんと味うめ。そうじゃないって言ってた。うーん、うまっ。なんでカメラ見たっけ、この感じが。うわっ、ほっぺが落ちそうです。うわ、うまい。見てください、これ多分昔の王様のブランチ見てましたよね。卵これね、プルいらないっつーの、そういうの。プルプルです。プルプルと見て、やっぱ AD やってたからさ。あはははは、そうだ、そうか、いらないんだよね。おいしい。なんかやだ。こっちすっごいやだ。
俺もうヘル飯食うで腹いっぱいやねん。なんか空チャンネルを含めなんか飯食う YouTuber 全員バカにした感じがすっごい嫌だ。今良くなかったね、はい、全然違った。何を学んでたの。はい、いや難しいわやっぱり。だって食いたくねえもんカツ丼全然。やっぱ不思議なもんでやっぱ喉は渇いてたでしょ。水はうまそうでした。そっちだけうまそうでした。あそうお茶うまかった、はい、キンキンに冷えたお茶はうまそう。目閉じた方がうめえなお茶って。そうっすよね。それはうまいんですよ。あーうめえ。うまいのよ。どうも入浴しますです。あさあ今日はですね清涼が合ってるんですよ。あれぐらいのこちらです。見てください。あ、確かに。うわ、富士そばのカツ丼いい匂い湯気が立って熱々です。ジャンボっぽいセリフやな。それじゃあ早速。あ、今のところめちゃくちゃいいっす。いただきます。いただきます。うまっ。おい、くないくないくない。4段いきますよ。4段いきますよ。あ、めちゃくちゃいいわ。いいぞ、いいぞ。あ、すごい。くるね。もう無理やって、お前たぶん。え、なんだ、なんだ。うん。あ、やっぱ、マクマク食っていいですね。で、そろそろやっぱこの漬物いったら、うんうん、流し込みたいですよ。汚い口周り。これもね。ほらうまい。めっちゃ美味しい。食も来ない。来ないですね。エロ。なんかエロ。あ、飲んだね。こんな食えるんや。ちょっとでもね、うん、あの食うチャンネルの才能はありますよ。あ、行くね。いいですね。すごい。やっぱメスのこと。あ、やっぱいいね。嶋佐さんいいよ。でそしたら喉乾きますもん。でこれ。さっきより飲んでる顔もいい。いい、さっきより。ごちそうさまでした。おーおーおー、ちょうどハーフジャンプ。ハーフジャンプやね。ちょうど半分。これはマジで。お前しんどいやろ。でもいやすごいわジャンプ、はい、あんなやっぱペースが、はい、俺ペ自分の中でマックスペースで食べたんだけど、はい、もう口がおいもう飲み込めなかった。いやジャンプじゃなかったもん。ちょっと早かった。あ、そう、はいはい。いやでもいやでもすごいわ。めちゃくちゃいいです。え、あんな程度でいいのリアクションっていうか。はい、もう俺もう気づいたらもう食べなきゃ食べなきゃと思ってうまいとかはほぼ言ってなかったんだけど。全然あの見てて気にならないですもんね、うん、はい、いや俺なんか本当に、はい、あの飯をガツガツ食うってすごくおもろいね見てて、ね、はい、だからもうそっちの方がいいわ今後。俺らもそのロケとかで飯出されたら、はい、箸揚げとか醤油つけてこうとかにもうバク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 、うん、そうっすね、食べてるのをもうカメラマンさんが寄りで撮ってるだけの方がいいわ。そういう番組って何件かもあるでしょ。それ1件しか無理よその方法撮ったら。なるほどね。3件くらい行くし俺は行けます。行けんすよ。俺こう一食こうジャンボみたいに食ったら無理よ。つむいやでもやっぱ見応えがあるんだなと思います。いやこれジャンボ売れるかもマジで。これあります。飯バクバクで飯バクバクレポーター。なんかだから食レポのやり方っていうか胃袋でかくするわ。胃袋鍛えるわ。一番食レポってるわ。なんでバクバク食えばいいんだろう。でもジャンボよりなんかちっせえやつがバクバク食うとるがなんか爽快感あったよなんか。ああそう、そのまま全部食うてたらなんか、はい、うわーってなりましたもんね。すっごい見応えがありました。まあ、知ってたかな。はい、ああ、いや勉強なったわ。素晴らしい。いや本当勉強なったかも。ありがとう。ありがとうございます。いや素晴らしかったですね宮本さん。また教えてくれ。任せてください。言葉はいらなかった食レポ。いい言葉ですそれは。確かに。皆さんジャンボの空チャンネル概要欄貼っておきます。はい、皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。ジャンボありがとう。ありがとうございました。